光と闇、秩序と混沌、そして剣と魔法の入り混じる世界があった。伝説的な英雄と世紀末的な怪物が激しくぶつかり合う世界。今まさに世界の攻防は彼ら。選ばれた者たちの手に委ねられようとしていた。だが、そんな英雄物語は彼らに任せておけばよいのだ。世界の大半の人間には、 英雄も怪物も関係ない。自分たちにできることをやり、今日を平和に生きることができれば、皆それで満足なのだから。